暗闇は日本の女性アイドルグループ STU48 の楽曲。作詞は秋元康作曲は青角が担当した。2018年1月31日に STU48 のデビューシングルとしてキングレコードから発売された。楽曲のセンターポジションは滝野由美子が務めた。STU48 のメジャーデビューに関する発表は 2017年6月29日に、ショールームでの緊急重大企画と題した特別番組において行われ、発売日とレコードレーベルが明かされた。同年7月8日に、ショールームで生配信された特別番組で選抜メンバー及び、センターポジションが発表された。当初は2017年11月1日の発売を予定していたが、同年8月19日に、 戦場劇場のトンザを理由に、メジャーデビューするタイミングとして適当ではないと判断し、5ヶ月後の2018年1月31日への延期が発表された。タイプ A、タイプ B、タイプ C、タイプ D、タイプ E、タイプ K、タイプ G、劇場版の8形態で発売された。STU48 初のオリジナル楽曲、瀬戸内の声と2曲目の思い出せてよかったに続き、 タキノユミコがセンターを務める。当初は、STU48 の兼任メンバーであった、サ原里ラリノも選抜メンバーとなることが発表されて、いたが、兼任解除により選抜を外れ、代わりに、田中明子が選出された。キャッチコピーは、この場所から、私たちは、始まる。2017年12月23日に開催された、コンサート、STU48 瀬戸内七県ツアー。 STU48 からメリークリスマスにおいてタイトルの公開とともにパフォーマンスを初披露した。テレビでは2018年1月1日放送の CDTV スペシャル年越しプレミアライブ2017-2018において初披露された。カップリングには瀬戸内の声歌詞の募集を行っていた STU48 の各地域バージョンのほか、タイプ AB タイプ CD、タイプ E 回、タイプ G、劇場版の各共通楽曲が収録されている。本作は2018年2月12日付のオリコン週間シングルランキングで推定売上枚数136,456枚を記録し、初登場で1位を獲得した。デビューシングルでの首位獲得は2017年10月30日付で記録したトゥワイス ワンモアタイム以来で2018年初となった。サビのダンスシーンが撮影された、宮浦子暗闇。ありがとうございます。